11番エナージバイオが枠入りは最後、誘導されてゲートに入ります。枠入りが完了です。柏記念スタートしました。真ん中押しているのは5番ピエールタイガー、内からエスポワールシチーも前に行きます。2頭競っていきました。6番ナイキマドリードが3番手、北高タル前これに並んでいきます。中段少し離れて8番当選アドミラル、9番ローマンレジェンド、このグループ並んで3番テスタマッタ、その後方に4番セイクリムズン、外から10番アイディンパワー、内2番トップフィーリング、この辺りは固まって離れて11番エナージバイオしんがりです。先頭からしんがりまでは10馬身弱、これから向こう上面エスポワールスチーの逃げで線を切りました。リードは1馬身半から2馬身です。ピエールタイガー2番手、ナイキマドリードこれに並んで3番手、北高タル前が今4番手、2番手の2頭に迫っていきます。その後ろローマンレジェンド、鞍上少し手が動き始めました。テスタマッタがその後ろ、そしてセイクリムズン手をぐいぐい動かして上がっていく。その外に8番当選アドミラル、後方に10番アイディンパワー、2番トップフィーリング、11番エナージバイオです。600をすでに切っています。エスポワールスチーが逃げています。エスポワールスチーの逃げはリード1馬身に詰まってきた。北高タル前が迫ってくる。2番手は北高タル前、さらに2馬身差でローマンレジェンドは3番手の外、その内側からテスタマッタ、そしてナイキマドリード直線に向きました。逃げる逃げる逃げる、エスポワールスチームチが入った。その外からは北高タル前、懸命に馬体を離れて追ってきた追ってきた、北高タル前伸びてきた、一気にかわす。北高タル前先頭に変わった。エスポワールスチー2番手、テスタマッタとローマンレジェンド2番手に接近してくるが、3番手争いです。先頭北高タル前ゴールイン。勝ったのは北高タル前、重賞4連勝で G1 初制覇なりました。7番の北高タル前、4サイバーダート重賞戦線に新たなスター誕生、北高タル前。